皆さんこんこにちはレックン講師のンです今日は、えー、司法書士試験の無料公開講座といたしましてまずは出願、えー、本試験までの巻き返し術という,うタイトルでですね、えー、皆さん方にこの本試験の直前期の今、えー、どうやって7月1日の司法書士試験本試験まで、えー、まさに巻き返していけばいいかというお話をですねさせていただこうと思いまますす今日、ま、ずですね簡単なレジュメを用意しております。 そのレジュメ画面上でご覧になるかお手元にプリントアウトするかどうぞですねこちらをご覧になりながら聞いていただきたいと思いますさあそれでは平成30年の司法書士試験のですね出願の事情をまずはお話ししていこうと思いますこちら今後ろに出ておりますよね平成30年司法書士試験の出願事情本試験の当日は30年の7月1日ということです 集合時間は午前9時そして午前の部が9時30分から午前11時30分まで午後の部が午後1時から午後4時までとなっておりますこれは例年通り特に変わりませんそして丸に出願の締め切りというところなんですけれども5月の18日の金曜日 え受験票を持参して提出していただく場合には本試験を受験しようとする受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課に提出をしていただく形になります午後5時15分まで受付をしているというところ郵送の場合には本試験を受験しようとする受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課にあてて郵送をしていただくことになります くれぐれもレックの各本校に持ってきたり郵送をしたりですねなさらないようにご注意ください5月18日金曜日の決心有効となっておりますまずは皆さんこの出願を忘れなくしていただきたいんですね毎年ものすごく頑張って勉強をしてその年の試験の合格に命をかけてきたはずなのに出願をし忘れるというですねお話をちらほら聞きます もう何で忘れるかななんていうことでこちらとしてもねもう本当にもうかける言葉もないという、えー、本人もうなだれちゃってなんていうそういったあの光景を見たことがありますので、えー、皆さん方これは各自の責任でもってですねしっかりと出願をなさっていただきたいと思います。 さあそうしますとなかなか勉強が進んでいらっしゃらない受験生の中にはいやーでも受験料を払ってですね出願してもちょっと自分の今の成績じゃ、えー、本試験合格は難しいしなじゃあ開始しちゃおうかな、えー、2019年のですね本試験合格を目指して、まあ、方向転換をしていこうかなというようなですねことをおっしゃる方がちらほら出てまいります。 そそこでその下のところ、今年の試験をですね回避しようとしている方へというちょっと私が邪魔ですね邪魔なのでちょっとプレゼント画面に切り替えますけれども今年の試験回避しようと考えている方へという部分をねぜひご覧になってみていただきたいと思います。 毎年、相談を受けるんですけれども平成30年の合格目標で頑張ってきたけれども方向転換をして31年の合格を見据えて今からいきますと14か月間の勉強計画という形で作戦を変更しようかというご相談を受ける時期なんです。 ところがですねその14ヶ月間の勉強計画を、まあ、立てて方向転換して成功するはずが思いのほか苦戦をする年の2018年のです、ね、平成30年の合格から2019年平成31年の合格へ方向転換したはずなのに実はそれが誤りだったと。 結果的に言わざるを得ないそういった受験生というのは現にいらっしゃいますで、なぜそういった失敗が起こるのかというところまさに方向転換した場合の資格を説明していこうと思いますそれがですねやはり今まであと2ヶ月しかないと思って切羽詰まって勉強していたのが1点あと14ヶ月ある1年度2ヶ月あるというふうに変わりますとこれ安心をしてしまうんですねで 安心をするだけならともかくこれでゆっくりと勉強をしていくことができるというふうに通常考えますからやはり多くの方が皆さん民法から勉強を始めるとしてじゃあ民法をしっかりやろうであわよくば主要4科目だけでもしっかりやって、まあ、途中経過でもいいから一応平成30年今年の試験を 受けていこう主要4科目ぐらいは、えー、7月までのところでできるかなとか民法不当法ぐらいまではできるかなと思って勉強を進めていくんですが、えー、気づけば7月の段階で、えー、結局民法だけしかできなかった民法だけできたんだったらまだいいとも言えて実は物件までしかいかなかったなどという方が、えー、非常に多く出現してしまいます。つまり <laughs> あと14ヶ月あると思った瞬間に勉強が丁寧にやってるんでしょうけれども少しゆっくりとしたペースになってしまい、えー、頭の民法からやったとしても、まあ、民法で大体終わってしまう下手すら民法の途中までで7月を迎えてしまうそうしますとね結局7月本試験があまあそれ受けたのかあ受けないのか、まあ、記念受験でも受けたのかどうなのかはともかく7月の本試験明けから来年までに向けて1年間、えー、そこからまたもう一度スタートしていくとしてもですね民法を しか七月までのところで勉強できてませんから結局それ以外のところを今年の七月以降やることになり結局ゆっくりと勉強するペースが身についちゃってますからなかなか軌道に乗れないままでえすぐに平成三十年の年末なんていうのは来てしまうんですねそうすると結局十四ヶ月勉強計画で万全な体制として今年の合格を回避しね平成三十一年二千十九年に方向転換したはずなのに結局平成 で、31年え2019年の合格も危うくなってしまう。そういったことが本当に起こりやすいんです。ですから、もし現状ま客観的に自分の今のレベルを見て、ちょっと合格は危ういかなと思ってもね。思ってもとにかくですね。主要4科目だけは7月までのところにですね。出来る限りの状態に。まで引き上げていただいてで。 1> 1科目をじっくり7月までやるというスタンスよりも多少本試験の合格レベルが10だとしてすべ、えー、て4レベルになったとしても主要4科目少なくとも主要4科目すべてについて4レベルにまで引き上げるようなですね、いわゆる今年の7月の時点で各科目のレベルが横並びの方が合格しやすいと書いてあるのはそのことなんです。えー、今年の7月のの月時点でで各科目の合格レベルをですね、と、えー、ということ に仮にした際にその10が合格レベルだとして結局今年の7月の時点ではこの主要4科目のレベルが全て4レベル当然合格はできません合格できないけれどもでも横並びにまでこの2ヶ月で引き上げていくということができた方が実は2019年の合格は達成しやすいというのが まあ私が長年講師をやっっててきての感想ととということになりますちょっと次の2ページ目のところをご覧になっていただくと、えー、これちょっと上で読んでいきますね。で本試験で必要とされる知識の量が仮に各科目10だとすると今年の本試験までに民法は勉強した分7まで習得できたけれども他の科目は全く手をつけなかったので2や3のレベルにとどまっているという状態になってしまうことが考えられます 実は何か突出してできる科目があるよりもその知識の量が合格には程、えー、遠い4や5のレベルであったとしても4科目とも皆、えー、横並びの方が来年、えー、合格しやすいということが言えるんだということなんです。 この点、2年目講座として多くの合格者を輩出している、まあ、実践力パワーアップ講座まさに全科目同一レベルいわゆる5レベルのところから合格レベルの10に全科目を引き上げていくということを目標としている講座であることからも分かります。とつまり、り、何かか7のの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 …レレレベベのの、ね、ベルルルももががああ8るかと思いきや、2、3のお、ねレベルのお しかない科目があるというよりも、えー、7や8突出している科目こそなくても全て4や全て5レベルで横並びの方が受かりやすい。えー、次も読んでいきますと 民法だけならまで引き上げられたけれども他が2とか3とかレベルということになりますと来年に向けて民法は7から10に引き上げれば良いということが言えるのですが他の科目は2から3のところから10に引き上げなければならず勉強のバランスがうまく図れないことになってしまいます残念ながらね1年間の間にレベルとしてどの科目も同じぐらいしか伸びないということが言えるんです特に主要科目 えー、民法だけ3引き上げて不当法は7引き上げるなんていうのは実際には難しいなんあの少なくまあだから7から10に引き上げていくのが民法だとして、えー、2から3のところまでしかあまだ達成できていないとして2から3から10まで引き上げなきゃいけないそれが不当法だとすると実はですね、えー、これ。 引き上げの幅があ狭い分だけしか。他の科目も伸びないというイメージです。だから同じ伸びしろしかないというようなイメージ。それはあの。 2から3から10引き上げる2から3のところから10まで引き上げる要するに伸びしろが多くなる分に合わせられればねそれはあの全部10を超えるということになりますが残念ながら伸伸びびししろが少なななくて済むももののの分しか他の科目いいというイメージなんですだから民法が7から10に3だけ引き上げればいいでも不当法は8引き上げなきゃいけないところが残念ながら1年間の間にはその3しか他の科目も伸びない。 そうすると民法は10に引き上げられても不当法は6にしかならないということで、えー、やはり不当法が結局足を引っ張って不合格になってしまうそういうことなんです。えー そこで今年の本試験までに何とか主要科目についてだけでもその知識の量を同一レベルにする必要があるこれはあの20年講習をやっていて本当に強く思っていることですそのためには本試験を1つの区切りとしてこの日までに4科目とも横並びのレベルに引き上げてその成果を本試験で確認する必要があるということが言えると思います。 本試験までを4科目とも同一レベルに引き上げるための第1ラウンドと考えてその成果を本試験で確認し仮に今年は合格が難しくとも本試験後に知識の量を一斉に10に引き上げる第2ラウンドがスタートするその時同じ伸び,しろ伸び幅しか主要科目伸びていかないとしても同じだけ伸ばして10に等しく届いていくようなそういう勉強を7月以降に心がけていただく。 またその時にはこういったガイダンス等々を実施しますのでぜひです、ね、あの <laughs> 参考にしていただきたいと思いますさあそれでは今年の試験、ね、ですからちょっと回避しようかなと思っている方であってもぜひ主要科目を等しく取り上げていくというようなやり方を,やり方をお勧めいたしますでは格論として具体的には何をどうやっていけばいいのかというお話をしてまいります、えー、全11科目手をつけるべきか でもちろん先ほどの話から言ったらすべての科目同じ程度しか伸びないというのであれば極論もちろん11科目すべて手をつけられればこうしたことはありませんですが現実的になかなかそれも難しいというのであれば先ほど申し上げた通り少なくとも主要科目だけでもぜひ手をつけていただきたいと思います。さあ、それでは主要科目だけだけとして、前半やるべきか。 でこれはですねあの全範囲、もちろんできるに越したことはないんですよですけれども、全範囲やるのがなかなか難しいというのであれば出題数の多くを占める例えば民法であれば相続、物件、親族相続を中心にやっていく不動産投票法であれば総論と格論のところ格論をやっていく会社法であれば株式会社をやっていくだけれども株式会社の中でも社債だとかはやらないだとかね。 監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社の細かいところは抜いて株式のよく出る箇所そして、基幹設計の取締役取締役会監査役など本当によく出るところを中心にやっていくそして商業登記法で言えばやはり株式会社を中心にやっていく一般社団法人一般財団法人特例有限とかはこの際もう、ね、やらないといったように出題数が多い分野そこにウェイトを置いてやっていくのがいいんじゃないかと思います。 そして <laughs> 丸さんではこの2か月間の間に講義を聞き直すのはどうかえテキストの読み込みはどうかそれともアウトプットの、まあ、過去問をやるのを中心にした方がいいのかこれは基本的にテキストの聞き直しよほど聞いていない箇所があるとか自分の中で全く理解できていないの部分があるそこをピンポイントでもう一度講義を聞くとかいうのであればいいと思うんですが講義をただ漫然と聞き直すそれがあこの2か月の勉強だというのはお勧めできません。 えー、そしてテキストの読み込みも実際にはあの4科目といえどもおこの2か月間の間に手広くやるのにはテキストの読み込みはあ,、まあまり適しませんのでやはり過去問中心がいいいいんじゃないかと思います、えー、過去問中心にやるのであれば例えば単年度版合格ゾーンで3年分だけをやるなどという、ね、単年度版合格ゾーンレックでも29年の1冊で、えー、インターネットなどおで探していただくと アマゾンさんなんかにはね28年版の合格ゾーン27年版の合格ゾーン27年28年29年の3年分ぐらいの単年度版合格ゾーンを手に入れて例えば1日今日は午前科目35問やるで次の日は午後科目35問やるなどというふうにすれば6日間で3年分の過去問をやることができます。で6日間で3年分のの過去問ををやるのを3セット えー、つまり、えー、3週間で3回3年分を回すというイメージ、ね、月曜は29年の午前火曜は29年の午後水曜が28年の午前、えー、木曜は28年の午後で、えー、金曜が27年の午前で土曜が27年の午後科目でこれで1週間で次の週も同じようにやって3週かけて、えー、3年分を3回回していく。 でそういったような形で、えー、アウトプットを中心にしていただくのがいいのかなと思いますでもそうしていきますと当然ですねうろ覚えの箇所が出てきてそこはあのテキストに戻るということは否定しませんただテキストを漫然と全ページ読むのではなくて目的意識を持って例えば仮登記がダメだから仮登記だけはテキストを読んでみようというような形でテキストに戻ることをお勧めしますどっちがメインかというと過去問をやることをメインにすることがいいんじゃないかなと思いますそして記述対策 技術対策に関しては、えー、もう書式ベーシックレベルのものをこの際もう腹くくって完璧にするでファイナルトレンなどを受けてらっしゃる方はファイナル討練で出てきた記述の問題を週に1問ずつ、ね、それを時間かかってもいいからやってみるというような形で、えー、ベストを ベーシック書式ベーシックで出てくるレベルを完璧にしつつそれと同時にひな型を覚えそして毎週毎週の週末に当連を受けていらっしゃるのであればその当連で出てきているような問題をしっかりとですね完璧にしていくそしてこのあとは公開模試のシーズン公開模試で出てきた記述だけは、えー、同じような問題が出ないとも限りませんからそれをしっかり書けるようにしておくそういったようなやり方がおすすめということになります。 さあそして、丸、え、6、ー、過去問を回す勉強との関係というのは、まあ、あの先ほど言いました3年分をとにかく3週やる、えー、それをメインとしつつ必要に応じてテキストを読みで、えー、記述式については週末に実施される当練や公開模試で、えー、新しい問題をしっかりと自分でですね攻略をしてそれ以外の日は一、まあ、日おきにですね不当、消灯不当、消灯 ベーシックを必ず1問ずつ解いていくとかそういったような形をしていただくのがあと残り2か月効率よくそして全科目同じレベルに引き上げるための勉強方法のアドバイスということになります。 さあ、それでは、続いて、三ページのところをご覧になっていただきまして、えー、これから巻き返すためのお助け講座のご紹介ということになります。でまずあの、こちらですね、これから巻き返すためのお助け講座といたしまして、山手講座をぜひですね、あのうまく利用していっていただきたいと思います。山手講座としましては、卓一の山手、記述の山手、そして暗記に特化したオプション講義をレックとしては提供しております。 卓一の山手が出題予想論点総まとめ講座根本昌司講師が担当しますそして私の方ではマイナー科目のこれだけ聞いて点を取ろうマイナー科目山手講座こちらを実施してまいりますいずれも非常によくズバリ的中していくと公表いただいてますので我々としては非常にあの自分たちの首を絞めるプレッシャーをかけていくことになりますがぜひおすすめの講座になります そして、記述の方の山手てに関しては私の方で記述予想論点最終チェック講座こちらの山手てを実施いたしますのでどうぞですね、えー、ご利用いただければと思います。で、えー、そして暗記の克服に関しましては、えー、森山講師が100プラス25講座暗記の力技100プラス25講座というのを、ね、実施していきますのでどうぞ、えー、皆さん、えー、交互期待と。 そしてこういったあの無料ガイダンス特典動画も各種用意しておりますまず全国公開模擬試験の申し込み特典としましてはこの74%と書かれたパンフレットをお手持ちの方はよりですね詳しいものがあこのパンフレットの中に載っているのですが えー、民事保全法、司法書士法、至極の十五ページというですね。そういうあの申し込み特典を、実は用意しております。えー、プラス六点の可能性を限りなく高める一冊。こういったものを、皆さんにお渡しする予定です。そして、えー、スーパー公開模擬試験の第一回目の受験特典といたしまして。 記述式ミス防止チェックリストこういったものも私をする予定ですそしてこのスーパー公開模擬試験に関しましては特典動画というものも準備をしております特典動画につきましては え最後の一問を拾うワンポイント講義まずは私の方で実施します、えー、午前科目35問目をなんとかするというですね商法分野の、まあ、山あての要素を加味した3時間ものの講義そして、えー、根本講師の方では自分でセレクト15分で聞く残しがち論点20これはあのチャプター方式になっておりまして皆さん方ご自分で選んで、えー、好きな部分を聞いていただくことができますこれはスーパー公開模擬試験の特典動画の方です。 で5月に実施されます全国公開模擬試験の方の特典動画の方ではこれ記述、えー、のスピードアップ解き方実況中継動画こちらも毎年公表をいただいております東安構成用紙をほぼ使わない根本さん、えー、使うバリバリ使っていく田中さんそして真ん中中間的なお家やらさん3人の講師の実況中継動画をご覧なっていただくことできますのでどうぞ参考になさってみてくださいさあそうしまして、えー この74%と書かれたパンフレットの一番裏表紙のところにあるのですが本試験の出陣式これを6月19日生では水道橋本校これは各レックの本校に同時中継してまいります私はじめ全4名の講師でもって私があ主要科目の最後の山当てを 根本講師が記述の最後の山当て森山講師がマイナー分野の最後の山当てそして佐々木講師の方で皆さんに本試験当日の心構え等々を伝授していただく予定ですぜひですねここの場から本当にズバリ的中毎年相次いでますのでぜひ皆さん最後の勝をね入れるためにもご参加いただきたいと思います そして大阪バージョンもございます6月17日大阪梅田駅前本校6時から田中講師赤松講師根本講師の3名で実施をしていきますこちらもどうぞですね皆さん大阪近辺の方はどうぞご参加くださいさあそして一番下にございます5月 一番下にございます6月3日の日曜日一部香港により実施時間は異なりますが主には1時から荻原講師監修「記述問題を解く2時間」「記述問題4問プレゼント」という緊急企画を実は実施することになりましたこの時期に記述問題4問も手に入るというのはなかなか貴重な機会だと思いますので添削もついておりますぜひこの機会にです、ね、これをご利用していただきたいなと。 先ほどちょっと今年は難しいかなと思ってらっしゃる方でも、えー、差し当たって、えー、新しい問題、えー、手に入れておいて来年に向けて寝かしておくということもできるわけですから、まあ、合計で4問手に入りますからね会場で2問チャレンジして残り2問は来年に向けて取っておくというのでもいいかもしれません。でででですすすののののぜひ皆皆ささんん多くのご参加をおお待ちししててりまま我々講師としてはは、えー、もう皆さん方はですね本試験の当日まで、えー なんとか、えー、合格していただくためにさまざまなです、ね、こうイベントを実施し最後の最後まで皆さん方を支えていく所存でおります。えー 講師ごとの個別電話相談等も実施しておりますのでもしお近くにレックの各本校がある方この74%と書かれたパンフレットをぜひご入手ください資料請求からも、えー、レックのホームページやコールセッターにお電話いただいて資料請求していただければ郵送させていただきますのでそのお、えー、裏表紙ないしはあ裏の1枚めくったところに講師による個別電話相談、ね、などというですね、えー あの催ししも,も実施しておりますこの講師の個別電話相談、ね、毎年大盛況で皆さん最後のですねあの追い込みの勉強方法等のアドバイスを我々講師に聞いてきてくださいますので、まあ、うまく利用してもうレックはあれですよ使使うだけ使ってて卒業していくところです早く皆さん方の卒業をしていく姿をね我々見せていただきたいと思いますので最後本試験まであと2か月弱。 えー、まだまだ2ヶ月弱ありますこれからまだ伸びます最後まで諦めることなく、えー、本試験に突き進んでいただきたいと思いますそれでは、えー、私からのおまずは出願本番までの巻き返し術のアドバイス以上,、えーね、てて以上で終了させていただきます皆さん本試験頑張ってね。あと2ヶ月もう死に物狂いで勉強をしてみてくださいそれでは以上で終了させていただきます皆さんご清聴どうもありがとうございました